世界的な BV シフトが進む中、時代遅れになりつつある HEV に固執するトヨタが送り出した第5世代のプリウスですが、トヨタシェアでの貸し出しサービスが始まりましたので、高速道路やちょっとしたワインディングで走りの実力を試してみたよ。トヨタレンタリース愛知、テレビ当店で借りたよ。立中の2階に置いてありました。以降、うぷ主の生声になります。やっぱエンジンの音結構聞こえるな。やっぱこのメーター見に行く。情報セーリング一番下げてこれか。やっぱこれはBG4X と一緒でヨークステアリングでないとあかんな。話にならん。EV モードにしてみよう。落ちたな。速度超過。うん。そうなの？どうなの？エコドライブモード。ハイグレードになるとモニターちっちゃ。Z だけかのでかいモニターは。まあエコモードだからな、 EV が下になるのであろう。スポーツにしてエンジンかかってます。 かかりました。じゃあドライブモードをスポーツにして加速性能を見てみましょう。3、2、1、ゴー。うん、エンジンが盛大にかかるな。
近のやつは出る、ここに出るタイプと。アクセルを踏み込むと結構音は出る。なるほどなるほど。一応アンビエントライトはついてるけど、ダッシュボード部分だけか。なるほどね。ちょっと家立つ使ってみましょう。しました。では3、2、1、5。加速性はいい。まあエンジンもかかっとるけど、こんなん出るんだ、後方車両接近なんて。へえ。へえだな。いつまで出てんの？EV になっとうけど結構走行するな。このルートエクストレイルの試乗で乗った時の同じなんだよね。小牧東インターで降りるっていうのは。
ここでブレーキ踏むとか。ブレーキホールドもな、これメモリー機能ついてないんだろうな。今改正中です。Z グレードの、四駆モデルのは約400万弱で、 FWD モデルで確か370万だったかな、 Z グレードなら。まあそれだとここのモニターもでかくなるしあれなんだけど、そうだな、いろんな面でアット3の方がいいかな、これだと、という気がする。アット3で税抜きで400万、国の補助を入れるとマイナス85万あるからだいたい320万、300万そこそこで、あっちだとモニターでかいし、メーターもでかい、エアコンもこれシングルモードだったもんな、結構な、ね、値段してるのに。うん、運転席助手席の2モードじゃないからな、結構なお値段してるのに。で、向こうの方が圧倒的に、まあ、EV だから静かだし、そういうもろもろのことを考えると、この新型のプリウスとアット3を比較するならばアット3かな。俺ならそうするな。まあアット3長時間乗って高速道路は乗ってないからまあわかんねえけど、まあ EV だからリニアな加速はできるだろうし、意外なほどこれ静かじゃないんだよね。まあ走りはまあそこそこスポーティーだけど、まああっちはあっちで EV だから当然低重心だから。出るわけな。で、
でやるわけか。いろいろ、このグレードだと360度モニターないんだ。ケチくせ。相変わらず伊勢ではいい、すごくいい。伊勢はいいんだけどな。ただずっと気になっとったこの A ピラーがすんごくなんか視界に邪魔という感じはしますね。普段ゼロ時安定安全性を歌うスバルにずっと乗ってきたせいもあるかもしれんけど、すごくこの A ピラーがすごく気になるな。し路面が荒れとと結構ショックが来る。タイヤのせいか足回りが硬いんだろうな。こういうところが、でこういうところは、回線モードになると。であっても回線にはなりますよというところですか。元気なんだけどエンジンもあるから、ただそういうのトレードオフという格好で結構うるさい。であんまり遮音が冴えてないせいか結構うるさい。 EV モードになっても結構うるさいという、ちょっとなんだかなという感じがしますね。とか出る PHEV モデルだともっとこの辺変わってるのかな。乗れる機会があったら乗ってみたいところやが、どうなんだろうな。トヨタの PHEV は
三菱とは違って急速充電非対応だしね。まあ PHEV モデルをで急速車でもの急速充電を使うことについてはいろいろと議論が分かれてるようだけど、個人的にはあればあったでそれはそれで選択肢が増えるわけだからいいと思うんだけどな。まあそれでもやっぱり個人的にはやっぱり EV なんだろうな。次は純粋な。さあもうちょっと行ってみましょう。やっぱりあっちエクストレイルの E パワーの方がやっぱ静かやな、静かだったような気がしますね。今エンジンが回ったり電、バッテリーと共有になったり、今は共有ですかね、でいろいろやってますけど、まあ切り替えはこれすんごくなんかスムーズ、四半世紀ハイブリッドを作ってきただけあって、この辺のパワートレインの切り替えっていうのはなんかすごく自然というか、うん、違和感がゼロ。この辺はさすがだと思いますけど、全体のまあ静かさ、走行の静かさでやってくると、ずっと乗ってきましたけど、まああんま普通の車と変わらんなって感じ。やっぱりボキャが貧弱っつうのはあるんだろうけど、なんだかな、これがそんなに売れる車なのかな。 A ピラー邪魔だし、メーター見にくいし、走行音も結構するし、まあ確かに燃費はいいんだろうけど、あとエアコン周りも左右独立じゃないしね。このグレードはシートベンチレーションもないし、まあシートヒーターがある分いいか、それはいいんだけどな。後方視界もさして良くないから、まあ自分自身が愛車に選ぶかと聞かれると、うん、選ばないな、多分間違いなく選ばない。これプリウスだったら絶対アット3の方を選びますね。あ、ここだここだ、忘れとった。にーん、着きました。正直な感想ですが、今となっては先進感もなく、また静粛性も大したことがなく感じましたので、アット3やコナーエレクトリックの方がお買い得感があると思います。